鹿沼市の高橋克典後援会のですね、設立総会並びに総決起集会、盛大に開催されましたことをまずもって、感謝を申し上げます。おめでとうございます。私ども公明党もですね、あ、今高橋克典さん見えました。坂さんずっとそちらの席でお待ちいただけますか。はい、申し訳ございません。すいません。ちょうどタイミングよくこう噛み合いました。公明党もですね、今回参議院選挙におきまして、4月の25日でございますけれども、全国の選挙区の候補者の中で、高橋克典さんをですね、井戸一番に推薦を決定をさせていただきました。それはですね、この後お話しいただける高橋さんでございますが、県議会議員を2年、そして高根沢町の町長さんを4期15年、17年間この栃木県の地方行政を体験、行政を担っていただいた方でございます。今地方が抱えている課題、これをしっかり国政につなげていただきたい、このことをできる方はやはりこの高橋克典さんしかいないということで、公明党は井戸一番に推薦をさせていただきました。先ほど西川光也先生から話がありました。昨年の12月には衆議院選挙で、西川光也先生を推薦をさせていただきまして、無事当選をされたわけでございます。またここにいらっしゃる方には比例区公明党をですね、力強くご支援されたおかげで、私どもでも北関東比例ブロック公明党悲願の3議席を頂戴しました。本当にありがとうございました。衆議院はおかげさまで3分の2をいただきました。しかし参議院は議区を合わせても過半数に満たされておりません。これが国会運営にとって果たしていいことなのかということであります。本当にこの国を力強い舵取りの中で、国民の皆様の大きな責任を担って、それを負託を感じて国の運営をしていく、そして国際的にもこの日本国の信頼を勝ち取っていく、そのためにも最も大事な選挙がこの参議院選挙であります。安倍総理もおっしゃっております。自公で過半数というのがまずもって大事な点でございます。この栃木県選挙区におきましては、栃木選挙区におきましては高橋克典さんを何としても公明党を全力で応援させていただきまして、当選を勝ち取っていただきたい、そういう思いであります。知事からもお話がありました。6年前は10万票以上も離れて国先生、負けました。その経験を踏まえれば、今の現職の候補、これは決して侮れない候補者であります。私どものミニ集会にも数多く来られております。だからといって私どもがその候補にいるわけではありません。そういった姿を間近に見ているものですから、私たちは決してこの高橋さんが安泰ではないというふうに強く感じております。今まで高橋さんに公明党の会合に何度もお越しいただきました。延べ人数として約1万人の方に高橋さんを知っていただき、またご挨拶をいただきました。そういった戦いの中で少しずつですけれども、高橋さんの認知度が深まりつつあるというふうに感じておりますが、しかし先ほど先生方がおっしゃっていただいたように、まだ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 先が遠いというふうに感じております。何としてもここにいらっしゃる皆様と一緒になって、私の公明党を全力でご支援をさせていただいて、この高橋克典さん、何としても栃木の代表として、そして政権の舵取りの一人として頑張っていただきたい、それが私どもの思いでございます。今日入れまして残り公示まで20日間、そして投票日まで37日間でございます。いよいよ皆様としっかりと団結をして当選をさせていただきたい、そのようにお願いをしたいと思います。そして比例区におきましては、各種団体の皆様からも候補者が立たれていると思いますが、できる限りにおきまして、私の公明党からは平木大作を立候補させられております。衆議院同様、皆様にお力添えをいただきまして、
選挙区は高橋克典、そして比例区は平木大作をお力添えいただきまして、自公で過半数、何としても勝ち取ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。小西さん、どうもありがとうございました。